はい、ということで毎週木曜日更新の木曜スペシャルクイズゲームワークはこちらのゲームをやっていきます。みんなの常識力テレビでございます。先週常識力指数が下がって遊び方 65% になったエンタでございますが、相変わらず 常識力指数70を目指してやってきます。前回のトレーニング大丈夫です。ちょっと日が空いただけです。ちょっと日が空いただけです。約1週間でございますね。やっていきましょう、トレーニング。さあ今回は社会の常識、カクテルの常識、中部地方の常識、グルメの常識、復讐、ホテルの常識という感じになっております。じゃあやっていきましょう。社会の常識からスタートです。アテネのアクロポリスの丘に立つこの神殿を何というか。この神殿を1アブシンベル神殿、2アポロン神殿、これはまさかのイシュタル神殿、4ピットくん、パルテノン神殿。ピットくん来ちゃう。パルテノン、はい正解。パルテノン神殿はアテネの守護神アテナパルテノスに捧げられた神殿です。イエーイ、パルテナの鏡ですな。知らんけどここに由来してんのか知らんけど、ギリシャの首都アテネのアクロポリスの丘に立つこの建築物はパルテノン神殿です。アテの守護神アテナパルテノスに捧げられた神殿で、紀元前、447年に、起工して、紀元前438年頃に完成しました。神殿にはアテナパルテノスの像のほか、女神アテナの誕生、アテナとポセイドンによるアッティカの土地争いという、群像彫刻が配されていました。現在これらの彫刻の大部分はロンドンの大英博物館に保存されています、ということですね。はい、パルテノン神殿の写真でございました。次の組織名の略称とその日本語の名称の組み合わせが正しくないものはどれか。正しくないものを選びましょう。 JRA 日本中央競馬会、うん合ってる。 JAS 農業協同組合、そうしよう。 JIS 日本工業企画、多分 JAS だな。はい正解。農業協同組合の略称は JA です。はい JA でした。日本農業協同組合、農業協同組合の略称は JA、 ジャパンアグリカルチャル、コーポレイティブスです。はい。ジャパンアグリカルチャルコーポレイティブス、です。はい。農業従事者を、正組合員とする協同組合で、資金の貸し付け、貯金の受け入れ、物資の購入、農産物の販売、技術指導など、農業だけでなく日常生活にわたるさまざまな事業を行っています。JAS、ジャパンアグリカルチャルスタンダード、日本農林規格は、農林水産物およびその加工品の品質について定める規格です。JIS、ジャパニーズインダストリアルスタンダード、日本工業規格は、なんだ、鉄鋼じゃない、鉱工業品の、種類、形状、寸法、構造などに関する規格。JRA、ジャパンレーシングアソシエーション、日本中央競馬会は、中央競馬の開催、競馬場、競走馬の育成、機種の養成などを行う特殊法人ですということですね。はい。ということで、日本協同組合は JA です。3問目。水道水になる水の汚れを取り除いてきれいにする施設を何というか。お。ろ過池、沈殿池、薬品室って書いてますけれども、水槽、気を汚い。錠飲む浄水場やな、浄水場。はいはい正解。浄水場は川や湖などの水を浄化し利用者に飲料水を送る施設です。はい、川や湖の水、
地下水などを飲料に適するように浄化し、家庭や工場などへ飲料水を送る施設のことを浄水場と言います。一般的な浄化の仕組みは、まず、取水口、取水口から原水を取り込み、木の枝や木の葉などのゴミを取り除き、着水池に送り、着水池に送り、この水に、偽臭剤、凝臭剤と呼ばれる薬品を混ぜて、取り除けなかった細かな不純物を固めて沈殿させ、上部のきれいになった水をろ過池に送ります。ろ過池でいい、はい。そこで砂の層に、水を浸透させて、さらに細かな不純物を取り除き、最後に塩素によって、消毒した後、排水池、浄水池、で水を貯蔵し、送水管だね、はい、を使って各家庭へ浄水を送るというものです。はい、いろいろろ過をして、飲める水を提供するということですね。浄水池。4問目。生産年齢人口と呼ばれるのは20歳から64歳の人口のことである。どうなる、64入るんかな。×。はい、正解。生産年齢とは満15歳以上65歳未満を指す統計用語です。正解でした。生産年齢人口とは、生産活動に従事さ、できるとされる年齢の人口を言います。生産年齢とは通常満15歳以上65歳未満を指しますということですね。なので、20から64ではなく、15から64までだね。ベネルクス三国に含まれる国を次の中から3つすべて選べ。ベネルクス三国。オランダ、ベルギー。のそこの三国から。これはバルト三国やったっけ。オランダ、ベルギー、ルクセンブルク。わかんない。リヒテンシュタイン、ハンガリー、ポーランド。わからんわ。ベネルクスってなんやねん。もうちょっとこの、知ってるこの三国で行ってみよう。オランダ、ベルギー、ルクセンブルク。どうだ。あ、正解。当てた。バルト三国って何やったっけ。ベネルクス三国と言います。もうなんかややこしいわ、ここらへん。ベネルクス三国とは、ヨーロッパ北西部にあるベルギー、オランダ、ネーデルラント、ルクセンブルクの頭文字を組み合わせた名称で、三国の総称です。周辺部に大国と経済的な面などで対抗する手段として、1944年、三国が、関税と通貨に関する協定を結び、1948年に、発行したことから、このように呼ばれることになりました。三国はその後も、経済同盟などを結んで協力を図り、この三国の同盟が後のヨーロッパ共同体として、そしてヨーロッパ連合への発展のきっかけとなっていますということですね。はい、ベネルクス三国が EU につながっていったというような感じでしょうか。無事当てました。お疲れ様。いや、順調ですね。解説では、さあ、初っ端から5問連続正解。今日のトレーニングを、じゃあよくできましたみたいなやつ、はい、これ貼りましょう。大変よくできましたをなるべくこうまっすぐ貼りました。真ん中に、いい感じの真ん中に。さあ、じゃあ続いていきましょう。カクテルの常識。レッドアイぐらいしか知らない。ビールとトマトジュースを混ぜたやつ。それしか知らんわ。1、バーボンウイスキー。2、ビールのジンジャーエール割り。3、レモンチューハイ。レモンチューハイは違うんじゃないのかな。あ、違うんだ。カクテルとは何種類かの飲み物を混ぜた酒などのことです。バーボンウイスキーは違うんだ。カクテルとは何種類かの飲み物を混ぜた酒のなどを言います。ビールをジンジャーエールで割ったカクテルを、シャンディガフと呼びます。ジンジャーエールの
持つほのかな甘さとビールのほの苦さがマッチし、イギリスのパブで古くから飲まれていました。チューハイとは焼酎を炭酸飲料で割った飲み物のことを言います。割ってるからいいんか。うーん、カクテルに入るんだ、知らなかった。2問目。次のうちジガーと呼ばれるものはどれか。ジガーってなんすか。ジガ、ジガ、これはマドラーだな。これはな、シェイカーかなんか。これはな、な、もう果汁を絞るやつ。俺の中での正式名称、果汁を絞るやつ。じゃあこれか。はい、正解。ジガーはカクテルを作るときに使う酒の計量器具のことです。計量器具のこと。ジガーはカクテルを作るときに使う酒の計量器具のことです。多くはステンレス製で 30ml と 45ml のカップが背中合わせになっているものが一般的です。メジャーカップとも言います。シェーカーはカクテルの材料を混ぜ一気に冷やすための道具です。一般的なものはトップ、ストレーナー、ストレーナー、ボディの3つの部分で構成されています。スクイーザーは、グレープフルーツやライムなどの、柑橘類からジュースを絞るための道具です。強く絞りすぎると皮から油分が出て苦くなるので注意が必要です。マドラーは飲み物をかき混ぜるときに、かき混ぜるための棒ですというですね。カクテル用品一種がこう流れてます。はい。シェーカー、スクイーザー、さらにマドラーということですね。はい。ということでジガーはあの形のこれです。はい、はい、3問目。次のグラスのうち、シャンパンベースのカクテルに用いられるフルート型と呼ばれるものはどれか。フルート型はどれだ。まあでもカクテルっつったらこれしか俺は思い浮かばない。行ってまい。違う。フルート型のシャンパングラスは発泡性のカクテルに向いています。はい、だそうです。フルート型とは細身で背が高いシャンパングラスのことです。口の部分が狭いため炭酸ガスの保存が良く、また立ち上る泡を目で楽しめます。このグラスはシャンパンベースの、ブラックベルベットやミモザなどのカクテルにもよく使われます。同じシャンパングラスでも口の部分が広いグラスはソーサー型と呼ばれ、主に乾杯用やフラッペ、フローズンスタイルのカクテルに使われますということだそうです。これが正解のシャンパングラス。コリンズグラスだそうです。カクテルグラスにゴブレット、ゴブレットの研究は一切なかったけどね。さあ4問目。次のうちカクテルの王様と呼ばれるのはどれか。カクテルの王様。1マティーニ、2マイタイ、マンハッタンも聞いたことあるな。マンハッタンも聞いたことある。ただマティーニも気になる。マティーニかな。あ、正解。作り手によって様々にアレンジされるためカクテルの王様と呼ばれています。マティーニだそうです。マティーニはジンベースの辛口のカクテルです。シンプルなレシピながら10人いれば10通りのレシピがあると言われるように、作り手によってさまざまなアレンジがあるためカクテルの王様と呼ばれています。007で、ジェームズ・ボンドが好んだカクテルとしても有名です。マイタイはトロピカルカクテルの女王と言われるカクテル。マンハッタンはウイスキーベースの代表的なカクテルだそうです。ということでジンベースのマティーニ、さらにトロピカルなカクテルマイタイ、マンハッタンはウイスキーベースだということですね。微妙にベースが違うと。最終問題。次のカクテルのうち、ロッカベースのものを3つ選べ。知らない卵酒やちゃうでしょ。カルーアミルクは知らない。ソルティードッグ、知らない。マティーニ、マティーニは何やったっけ。ジンベースや、ジンベースじゃない。ウォッカベース、マンハッタンがそうなんだよね。ウォッカやったっけあれ、わかんない、もう忘れたわ1分前にやったのにもう忘れたわ。ウォッカベース、ウォッカベースやからテキーラは違うでしょうね。ジントニック、これもジンでしょ。カシスソーダ、なんかでもウォッカっぽいな、これ。カンパリオレンジ、ブラッティーメアリー、もういいわ、なんでもいいわもうなんでもいいわ。スクリュードライバーは焼酎かな。スクリュードライバーのあのチューハイ飲んだことあるんだけど、それは焼酎だからこそなんだ、わかんない。
もうわかんない。もうわかんない。じゃあ、カシスソーダとソルティードッグぐらいにしようか。はい。じゃあ、カシスソーダやめて、スクリュードライバーにしてみようか。はい。はい、違う。正解はこちら。あ、惜しいな。ブラッディメアリーだったそうです。マンハッタン関係なかった。スクリュードライバー、ソルティードッグなどに用いられます。はい。ウォッカはロシアの代表的なお酒です、スクリュードライバー、ソルティードッグなどカクテルのベースにもよく用いられます。大麦、ライ麦、小麦、トウモロコシなどの、麦芽に加えて10日、発酵させ蒸留した後、白樺の木炭で脱臭、ろ過だよね、はい、して作られます。アルコール分は40から60% と高く無色透明、無味無臭ですということですね。味はないけど酒があるというね、酒臭があるというそんなウォッカでございました。お疲れ様でした。きついな。解説これはきついわ。さあ続いて中部地方の常識いきましょう。日市の長良川で行われる写真の伝統的な漁法をなんというか。ああ、はいはい、これ寄付か。1、柳漁、2、ドアミ、3、友釣り、4、鵜飼。鵜飼ですね。はい、正解。鵜飼は鵜が水に潜って魚を捕らえる習性を利用した漁です。岐阜市で流れる長良川では毎年5月から10月にかけて、水鳥の鵜を使った伝統的な漁、鵜飼が行われています。鵜が水に潜って魚を捕らえる習性を利用したこの漁では主にアユ、ウグイなどが取れますということですね。鵜飼の写真でございます。こうやっていっぱい引っ張ってですね、こう魚取らして、それでこう出さすわけですね。そういう漁ですよ。うが一回こう口の中入れたものをみんな食べるっていうね、字面だけ見たらなかなかむごいことですけどね。うかいでございました。次の4県のうち最も東にある県はどれか。4県のうち最も東にある県。1、石川県。2、福井県。3、富山県。4、新潟県。富山か新潟ぐらいねんな。新潟かな。新潟。オッケー、正解。この4県の中で最も東にあるのは新潟県です。全然遠かったよ。はい、正解でございました。北陸の県の位置、それぞれの位置関係は下の図のようになってますということで、すごい適当な説明でございました。こうでした。はい、ということでございます。続いていきましょう。お、なんだこれ。包丁をはじめとする刃物の生産高日本一を誇る都市、関市はどの県にあるか。関市。さあ、関市はどこか。福井県、岐阜県、長野県、新潟県となっております。関市。ああ、わかんねえな。ちょっと南の方なのかな。岐阜ぐらいにしてみようか。あ、正解。岐阜県関市における刃物の歴史は鎌倉時代の刀鍛冶にまで遡ります。おお、刃物類の生産高日本一を誇る、関市は岐阜県中南部に位置する市です。関市における刃物の歴史は鎌倉時代の、刀鍛冶にまで遡ります。江戸時代には刀鍛冶から生活用、刃物や農具の生産への移り変わりが見られ、明治時代以降は包丁、ポケットナイフ、カミソリ、ハサミ、爪切りなどの生産へと変わりましたということですね。関市の特産物として有名な刃物類や金属製品の写真でございますね。こういったものを作ってるという関市の写真でございました。4問目。富山湾での漁が有名な多数の発光器を持つイカを。発光器を持つイカ。はい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 。1、ホタルイカ。2、スルメイカ。スプラトゥーン問題ですよ。青いイカ。4、赤イカ。スプラトゥーン問題。正解はホタルイカ。はい、正解。ホタルイカには体の各部に発光器があり、その名の通り美しく光ります。はい、
ホタルイカには体の各部の、各部に多数の発光器があり、ホタルの名の通り美しく光ります。食用になり、生食につけ、塩辛などにされます。また富山湾で大集団を形成することでも有名ということで、富山湾でのホタルイカ漁の写真でございます。やっぱ夜にやるんですよね、綺麗だからね、うん、知らないけど、うん、なんか光に集まってくるのかな、うん、というのがあるから夜にやって光らせて、そこに集まってきたやつをシュパーって通るっていうね、そういった量になると。最終問題。日本アルプスを構成する3つの山脈とはどれか、うん、おー難しいな。次の中から3つすべて選べ。懐かしいけどもうだいぶ忘れてるぞ。奥羽山脈はあったような気がする、うん、奥羽山脈はあった。あとなんだろうあと何だったっけな。もうだいぶ前だもんな、こんなチリやった頃。飛騨山脈、奥羽山脈、木曽山脈やったっけな。日高山脈、いや木曽やったっけな。大峰山脈、大峰山脈、なんかそれもう魅力やな魅力って言い方がおかしいけど、基礎やったんだけどね。基礎山脈、飛騨山脈、奥羽山脈、どうだ。あ、違う。正解はこちら、赤石山脈、奥羽山脈。俺一番最初におっしゃる、違うんだ。イギリス人ガウランドがヨーロッパのアルプス山脈にちなんで命名しました。ガウランド、日本アルプスとは中部地方にあって、南北に連なる3000メートル級の山脈群をまとめている名称です。明治時代に来日したイギリス人、ガウランドがヨーロッパのアルプス山脈にちなんで命名し、ウォルター・ウェストンの著書日本アルプスの登山と、探検により広まりました。日本アルプスを構成する3つ、主要な3つの山脈のうち、飛騨山脈を北アルプス、木曽山脈を中央アルプス、赤石山脈を南アルプスといい、日本有数の、鉱山が数多くあることから日本の屋根とも呼ばれますということですね。飛騨山脈北アルプスにある穂高岳の山々、穂高岳の写真でした。はい、4問か。最後難しかったな。お疲れ様でした。結果は解説ではより。さあ、じゃあ 最後じゃない、続いていきましょう。グルメの常識。寿司屋に行くときに最も控えた方が良いのは次のうちどれか。最も控えた方がいいの。1、香水をつけていく。2、指輪をしていく。3、白い洋服を着ていく。4、爪を伸ばしていく。控えた方がいいの。香水は控えた方がいいでしょほとんど控えた方がいいと思うけどね。うん、指輪をしていく、まあ、これも控えた方がいいでしょう。白い洋服を着ていく、もう醤油垂れたら大変だ。爪を伸ばしていく、爪のなんかそう、爪の赤がこう寿司に入ったら大変だ、うん、全部控えた方が良さそうですけれども、まあ一番悪そうなのはな、指輪かな。やっぱこう手で食うからね、うん、これ。あ、香水、強い香りは周囲の迷惑になるので控えた方が良いでしょう、ね、どれもダメやと思うけどな食事は味だけでなく、その香りもまた重要な要素です。強い香水をつけたりタバコを吸ったりするのは周りの人の食事を楽しむことの妨げとなり、マナーに反すると言えるでしょう。なんあれやん、香りって別に寿司に関係あらへんやんっていう話だけどね。特に寿司屋のカウンター席に座るような場合、他の客との距離が近いため注意が必要ですと言ってますね。そんな服のなんかね、爪の赤とか入ったらダメだし、その指輪の細菌が入ってもダメだしねって思うけど。次に挙げる料理のうち俗に炒めしと呼ばれるのはどれか。炒めし、これイカ飯です。これさっき出た寿司です。これは何やろ、このチャーハンです。これ普通のエビチャーハンです。これですね。
はい、イタメシはイタリアの飯を略した言葉です。はい、イタメシ、イタメシとはイタリアの料理のことで、イタリアの飯を略した言葉です。日本では1980年代の終わり頃からフランス料理よりも安価で気楽に楽しめるイタリア料理のブームが起きました。イタリアのデザートであるティラミスも大流行の有名し、炒飯ブームを後押ししましたということですね。ティラミスね、コストコとかでめっちゃでかいの売ってますね。うん、買ったことないけど、イタリア料理の写真に握り寿司、エビチャーハンですね。最後にイカ飯、はい、イカ飯とイタ飯近いけどね。さあ3問目、このコーヒーの抽出法をなんというか、さあ、なんという抽出法なんでしょうか。1. 水出し式、2. ドリップ式、 3. サイフォン式、 4. 直火式。ドリップですね。大正解。ドリップ式は初めての人でも簡単に本格的なコーヒーを入れることができます。もうコーヒー飲みたくなってくるな、この映像を見てると。はい、ドリップ式は紙や布で、こすことでコーヒーを抽出する方法です。初めての人でも簡単に本格的なコーヒーを入れることができる方法として知られていますということですね。はい、ドリップ式、うん、正解用、解説用と、問題解説用と2種類があります。はい、4問目、具を乗せたご飯に牛肉を煮込んだスープをかけて作る、うん、この料理を何というか。具を乗せたご飯に、具を乗せたご飯に牛肉を煮込んだスープをかけて作る、うん、この料理を何というか。知らない。パクチヂミ、パクチヂメッツってパクチヂメッツって言ってるけど、なんやろ。クパミ、チクミ。あ、はい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 、マリオのねマリオに出てくるよね。あー、はいはい、分かった、クッパ。はい、正解。この料理はクッパです。なるほどなるほど、この料理はクッパです。クッパは薬味や具を乗せたご飯の上に牛肉を煮込んだ熱いスープをかけて食べますということですね。はい、クッパの写真でございました。なるほどね、急にピンときたわ、クッパ。サムゲタンといえば何の肉を用いた料理か。サムゲタンは何を用いた。1. 羊肉、2. 鶏肉、 3. 牛肉、 4. 豚肉。もう鶏肉やと思うんですけどね。はい、正解。サムゲタンは鶏肉を用いた料理です。なんか温まりそうですね。寒くなってきたこの時期にはちょうどいいんじゃないでしょうか。サムゲタンは鶏肉を用いた料理です。ひな鶏の腹にもち米やナツメ、朝鮮人参などを詰めてそのまま水炊きにして作りますっていうね、文字で見ると結構えげつないですけど、そういったサムゲタンでございました。はい、4問か。お疲れ様で、検討はしたな、解説では検討はしたよ。さあ、これ真面目問題の復習ですね。やっていきましょう。これまでに、はい、間違えた問題から再度出題されます。難しいでしょうね。お、缶ジュースなどに見られる容器本体から離れない口金のことを、うん、あ、こんなんやったな、何やったっけな、何やったっけな、これライオンテストタブじゃないんだよね。トライオンタブやったと思うねんけどな。正解はこちら、ステイオンタブか。ステイオンタブは惜しいな。缶の容器本体から離れない口金のことです。トライオンじゃなかった。俺トライオンで間違えたような気もするな。缶入り飲料において本体、容器本体から離れないか、口金のことを、ステイオンタブと言います。缶ジュース、缶ビールなど現在ではほとんどの缶入り飲料にステイオンタブが用いられていますということですね。ステイオンタブの写真です。はい、これはアサヒビールでしょうね。でもぼかしがかかっております。はい、朝日スーパートライ、この漢字で表される初夏に透析食ただ言いたいだけ、濃厚食の花をつける食材、朝日スーパードライって言いたいだけ。1、何これ、全然話を聞いてなかった。3、つぐり、
じゃあすぐりで行こう。あ、違う。ザクロは秋には休憩の果実を結びます。全然わかんない。もう朝日スーパードライしか頭入ってなかったもん。それぞれの漢字はザクロ、スグリ、アンズと書きます。ザクロはザクロ科の落葉小木、小香木で、西アジア原産です。種皮、種皮だね。種皮は甘酸っぱい液に富み食べられます。スグリは雪の下科の低落葉、うん、ラチャウ、落葉低木。アンズはバラ科の落葉香木、うん、これらの果実も食べられますということですね。はい、ザクロの写真でございました。空き巣が使う手口でドリルで開けた穴から、うん、あ、これやったね、先週やったよ、覚えてるよ。ドリルホール2、針金送り3、選択肢の順番も変わんねんな。選択肢の順番は変わんねや、俺初めて知った、それサムターン回し。はい、正解。サムターンとは、玄関などのドア上の内側についている施錠、解錠のためのつまみのことです。はい、それされないようにみんな気をつけてくださいね。はい、続いていきましょう。日本の天気予報では、うん、台風と低気圧の違いを、あ、これも先週やったっけ、先々週ぐらいやったね。1、風速2、暴風域の広さ3、気圧の低さ4、移動速度。僕は気圧の低さにして間違ったんだけど、正解は、風速やったかな。はい、正解。低気圧域内の最大風速が秒速 17.2 メートル以上のものを台風と呼びます。はい、です。さあ、最終問題。西洋料理店などにおいてナプキンの使い方として間違っているものはどれか、うん、1. フィンガーボールを使った後に指先を拭う。2. 退席するときは軽く畳んでテーブルの上に置く。3. テーブル上にこぼれた飲み物を拭く。え、どれや。軽く畳んでテーブルの上に置く。テーブルの上にこぼれた飲み物を拭く。こぼれた飲み物、テーブルの上の拭くやつは違うんかな。これやったかな。これで間違ったと思うんだよね。これかな。はい、正解。ナプキンは口元や指先を拭くために使い、布巾の代わりには使いません。はい、そうなんですよね。ナプキン言うのに布巾の代わりには使わないということですよ。はい、テーブルの上にこぼれた飲み物はナプキンで拭かなくていいと、ウェイターを呼べと言った話やったと思います。なんとか3問答えましたね。解説では半分は答えれました。復習問題、なんとか頑張りましたが、続いていきましょう。ホテルの常識。ホテルの部屋の種類でスイートルームとはどのような部屋のことか。1. カップル専用の部屋。 2. 今寝室が続いている部屋。 3. 王様の部屋。 4. 最上階にある部屋。え、高級な部屋っていうイメージなんだけど、それに当てはまるやつで言ったらこれか。スイートは英語で一続きという意味です。そうなんや、俺知らんかった。そんな泊まったことねえからな、スイートルームなんか泊まったことねえからなつって、ホテルで寝室と居間など2部屋以上の続き部屋がある客室のことをスイートルームと言います。スイートの綴りは、スイートの綴りは甘いという意味のスイートではなく、一続きの、一揃いのという意味の、スイート、うん、です。はい、スイートルーム。リーガロイヤルホテル東京のスイートルームでございます。いや、美しい。いいね。あんな部屋、何人で泊まんねんっていうぐらい椅子がありますか。2問目。友人と2人で国内のホテルを予約する場合、同じ部屋で別々のベッドに寝たいときは、どの部屋のタイプを選べばよいか。1. シングル 2. ツイン 3. ダブル。ダブルで言うと、ベッドのサイズが大きいだけじゃないかな。ツイン。はい、正解。ツインは、1人用のベッドが2台、ダブルは、ダブルサイズのベッドが1台ある部屋です。うん。
日本ではツインというと1部屋に、2台のシングルベッドが用意された部屋、ダブルというと 1部屋に、1台のダブルベッドが用意された部屋のことを指します。海外のホテルではツインは2人用の部屋という意味に過ぎないので、宿泊予約の際にはベッドの数を確認した方が良いでしょうということですね。はい、水曜どうでしょうでよくやってたよね、うん。ツーメンとかなんか言ったら、あのベッドがこうくっついて置かれたってんでね、うん、そんな話。ホテル宿泊の際に観劇のチケット予約などの相談に乗ってくれるスタッフは次のうちどれか。はい、次のうちどれか。1、ルームメイド。2、コンシェルジュ。3、ドアマン。4、ソムリエ。はい、コンシェルジュでしょうね。はい、正解。コンシェルジュとはホテルで宿泊客のさまざまな要望に応える相談係のことです。はい、相談係コンシェルジュ、コンシェルジュとはホテルなどの、ホテルなどで観光名所の紹介、チケットの手配、レストランの予約、旅のプランのプラン作りなど、宿泊客のあらゆるリクエストに応えるサービス係のことです。コンシェルジュの良し悪しがホテルの評判を左右するぐらい重要な仕事です。ソムリエはレストランなどで客の相談に乗ってワインを選ぶ専門職、ドアマンはドアボーイともいい出入り口に立って客の送り迎えをする係、ホームメイド、あ、じゃあルームメイドはホテルの部屋を掃除し整える係のことですいうことですね。ホテルの朝食でアメリカンブレックファストといえばどのような朝食のことか。アメリカンブレックファスト。1. クロワッサン、カフェオレ、うん、2. ジュース、トースト、コーヒー、卵料理、うん、3. コーヒーのみ。普通に言えばこれかな。はい、正解。アメリカンブレックファストとは豊富なメニューの朝食スタイルのことです。はい、アメリカンブレックファストとは飲み物、パンやシリアル類、卵料理、肉料理、フルーツなど、豊富なメニューの朝食スタイルのことです。ビュッフェ形式で、ビュッフェ形式で提供されることもあります。コンチネンタルブレックファーストは、飲み物とパンといった簡単な朝食のことです。コンチネンタルブレックファスト、そんなまあね、知らなかった。さあ最終問題。高級ホテルでは、専属の客室係が世話をしてくれることがあるが、この専属の客室係のことを何というか。1. ハウスキーパー、 2. ソムリエ、 3. バトラー、4. ベルボーイ。ベルボーイ、ベルボーイかバトラーっぽい。ベルボーイ。あー、バトラーでいい。バトラーとは本来執事という意味で、欧米の高級ホテルによく見られるサービスです。使ったことないからわかんねえ、バトラーとは本来は執事のことです。ホテルのバトラーとは担当する宿泊者に合わせて身の回りを世話し心地よく過ごせるように努める専属の客室係のことです。日本ではまだ日本ではまだ馴染みが薄いかもしれませんが、欧米などの高級ホテルではよく見られるサービスです。ベルボーイは宿泊客のチェックイン時に荷物を持って部屋まで案内する係。ああ、そうか、そっちか。ソムリエはレストランで客の相談に乗ってワインを選ぶ専門職。これもう一回出てきた。ハウスキーパーは客室の管理を担当する係ということで、バトラーのイメージ写真でございます。あ、何でもありますけどね、つって、いう顔してますね。あ、じゃあお願いしますわ、つって、いう顔してますね。はい、そんな話。3問ですね。お疲れ様でした。はい、解説ではよりさあ、ということで今回覚えた常識は21個ということですね。割と頑張りましたが全問正解は最初だけでした。はい、ということです。さあ、ということで、あ、写真曲はやらないと。もう終わろうとしていたよ。写真曲はやらないと気が済まないタイプですから。どんどん行きましょうよ。ちょっとお姉さんどんどん行ってください。今日のさん、どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。はい、ということで、写真記憶をいきます。もっと写真記憶。はい、もっと写真記憶、写真を見て覚えてください。ゴールデンレトリーバー、犬、リスっぽいやつ、鹿、花、イチョウの写真はどれだった。はい、イチョウ即答です。イチョウ科の落葉鉱木、うん、秋、黄色の種子が実る。そうですね、そろそろですよね。銀杏といい食用。あ、銀杏ね、そろそろ銀杏が潰れた匂いがしてくるんでしょうか。彫刻に用いる。
イチョウ並木では、そんな話ですが、花、景色、鹿、熊、犬、カワウソ、魚。カワウソの写真はどれだった？カワウソはどっちだったっけ？こっちが犬やったっけな？こっちかな？クマ。これカワウソはどちら？あ、ここ。ここか。写真を見て覚えてください。イルカ、ハナ、ハナ、犬、シカ、マチ。イルカ、ハナ、ハナ、犬、シカ、マチ。ダリアの写真はどれだった？わ、ハナ、ハナ、こっち。それはマーガレットですか？こっちか。ダリアはこちら。こっちがダリアでした。写真を見て覚えてください。ヘラジカ、クマ、景色、魚、魚、シカシカ、シカだらけ。エンゼルフィッシュの写真はどれだった？魚はどっちだったっけ？こっち？はい、当てた。エンゼルフィッシュ、スズキ目の淡水魚。背びれ、尻びれ、腹びれ、および尾びれの上下両端は、ネオンテトラかなんかがいる。長く伸びる。体は熱帯魚だらけですね。通常の黒い島がある。南アメリカ原産の熱帯魚。こっちは見切れてるよ。最終問題です。花、花、花、猿、犬、鹿、景色。花、花、花、福寿草の写真はどれだった？花やん、福寿草は知らんやん、福寿草は知らん、これやん。それは違うんかい。福寿草はこちら。あ、これ福寿草なんだ。難しいな。難しい。今回の写真記憶難しいわ。お疲れ様でした。写真が2つだけ追加されましたので、ギャラリー収集率 44% 見てみましょう。追加されたのはエンゼルフィッシュ。やっぱこいつ見切れてるわ。さらにもう一個がイチョウですが、あった。はい、イチョウ。はい、いい色ですねこれね。多分この写真の下の方ではいっぱい降り積もってるんでしょうけどね。そんな話でございました。ということで写真記憶も終わったので今回はここまでにしたいと思います。また来週木曜日にお会いいたしましょう。エンタのゲームインザボックス、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。